いいですか。はい。なんて言おうかな。嘘。なんて言って始めたっけ。ちょっと覚えてない。まあいいよ。はい、ゼマです。じゃあそれでいきます。はい、ゼマです。本日も作業を進めていこうと思います。川口さん。はい。本日は何しますか。本日は忍者戦のマフラー交換。マフラー交換で、はい、ありがとうございます。じゃあ、何のマフラーですか。K ファクトリー様の、はい、フルチタンのフルエキゾーストマフラーです。なるほど、こちらでございますね。はい、まあどうでしょうね、この K ファクトリーさんは有名だと思うんですけど、まあこういう箱で来るっていう人はあんま知らないかな、もしかして。こういうオリジナルのね、段ボールなんですけど、じゃあちょっとこのプレゼントボックス開けちゃいましょうか。はい、じゃあお願いします。あ、いいですね。さて、まあ、こういう、まあ、ちょっと梱包、まあ、中身にね、あのカタログとか入れてくれてるんですけど、そういうのはもう先に取ってますということで、まあ、封自体は開けてないですもんね。さあ、まずはね、テールパイプが見えてますね、グッチさん。これを出しますか。お、あ、いいですね。ちょっとここにいただいていいですか。はい。さあ、ホースのね、溶接もされていて、スタンパイプが、あー、これも昔から K ファクトリーで綺麗ですもんね、やっぱりパイプが。ちょっと回転もらっていいですか。あー、いいですね。いいですよ、いいですよ。これはいいですね。はい、じゃあこのテールパイプと、あとはまあ、中にそうですね、ジョイントが入ってるのと、ヘッドパイプは多分この下に。あ、そうですね、ちょっと新聞とかがありますけども、はい、まあ使っているということで、まあこいつを、まあ、サイレンサーですね、これが、はい、またちょっと風かぶったままです。はい、これね、ちょっとやっぱりあんまり傷が入りますから開けたくないですもんね。そうですね、直前でいきたいです、うん、そうですね、そう。いやー、かっこいいですね。で、なおかつ、うん、これですね。何ですか、これ。セーフ認証プレートですね。おー、つまりこのマフラーはシャゲトールティア。あら、素晴らしいですね。素晴らしいマフラーでございます。わかりました。じゃあ、ちょっと、あ、これやっと、はい、トンツーでね。いや、よう通りますよね。はい、じゃあこのセーフ認証の車検 OK マフラーをこの忍者戦に取り付けていくということでいいですか。はい、はい、いや、緊張しますね。いや、そうですね、ね、はい、前回同様、あ、緊張しますか。はい、緊張しますね。わ、はい、かりました。じゃあ、まずは作業の、下準備に取り掛かりましょう。はい、早速これをとりあえず外し、じゃあ早速カウルを外していくと。アンダーカウルカーですね。アンダーカウルカーです。はい。まあこう、まあ、SS じゃないけども忍者戦はこういうね、カウル車みたいなもんですから、やはり邪魔なものを外していかなくてはいけないということですね。なるほど。まあアクセスまでの道のりはね、左右のカウルをまず外していくと。はい。で、まああるあるというかね、このカウルをね、やはりこう外したことない車種っていずれ出会うわけじゃないですか。まあ川口さんの場合、忍者って多分作業し慣れてると思うんですけど、そうです、うん、だからまあこれから出てくる新しい車種とかって、まあはっきり言ってこう初見じゃないですか。初見ですね、うん、まあ、それらも全部くぐり抜けて、まあ、爪とか終わらないように、まあ、きっちり作業していく必要があると。そうですね、最近の車種爪ばっかりで固定されてますからね、うん、外し方わからんと確実にカウル外れない、そうですよね、初見殺しにね、出会うかもしれないと。まあその点ね、こう慣れたもんですよね、忍者戦は。まああとあるあるですけど、カウル外した瞬間に小石めっちゃ出てきますよね。うん、あれどうやって入るんやろね、リアタイヤによって。いや違うでしょ、フロントから全部ここに巻き上げていくんです。あ、フロントタイヤからもらってんのか。フロントタイヤから巻き上げて、そこにあの貯蓄されている。貯蓄、なるほどね。そうですか。いや、忍者戦のカウル好きですか。忍者戦のカウル、どういう意味。いや、外しやすいとかそういうこと。外しにくいかと言ったら、うん、まだ外しやすい方やと思う。あ、そうなんですか。へぇ、いやいや、もうあれですか、頭の中に初末は全部入ってるんですか。いや、もちろんでございます。うわ、かっこいい。あれをああしたらああなるから、ああなるから出る。いや、全然何の情報も入ってこなかったんですけどね、今。ああしたらああしかなかった。語彙力がね、
ちょっと乏しいかもしれないですね。取れ高の次は語彙力。あ、いやいや、まあまあね、取れ高よりも語彙力の方が大事にしてほしいですけどさあ、そうですね、まあ例えばですけど、こうやってうちの川口さんはウエストを引いて交互このように並べていくと、そして外したネジはバットに受けていくと、まあ、A 型を出していくとね、これはね、あの私も口酸っぱく言われましたんでね、やはりこう地面にね、外したボルトを生で並べているようではまだまだであると、そういうことですね。最後で並べてると、うん、蹴飛ばして、そうなんですよね。同じ地面に置いてるから一緒やんって思われがちなんですけど、やっぱりウエスが1個あるだけで踏まないんですよね、人間って。そうですね、うん、そうそうそう、普通に置いてるだけだとね、まあ、うちの場合はこのなんか木の板みたいな一応引かして持てるんですけど、うん、これやとねまだいいんですけど、これもなく全部地面が一枚もんだったら本当に蹴るんですよね、車体の周り歩くと、うん、まあ、蹴っても大丈夫なようにこうやってバットに入れたりする人もいますけどね、まあ、ウエストに引いた方がこうボルト転がりにくいんで、やっぱりそっちの方がいいかな、こう外した順番をね守れたりもするので、まあ、この小石とね、あ、そうそう、同化しますからね、そうそうそう、早くもこう小石のね音がいっぱい聞こえてますけど今回はどれぐらい貯蓄がされていたんでしょうね。積み立て普通口座ですかね、普通口座に積み立てされてると。お、そう言ってる間にライトカウルがそろそろ動きがありますね、川口さん。おで、ええ、この裏にスピーカーの配線が入ってる、はい、なるほど、ちょっとそこもらっていいですか。ここですね、なるほど、そうなってるんですね、はい、初めて見ましたわざとらいやなかなか夜中のテレフォンショッピングいや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 、はい、なかなかね、ちょっと僕も忍者のカウル外すことが、さあ取れました、はい、はい、こんな感じですね。ああ、いいですね、いいですね、はい、あ、ちょっと映ってないんですけどね、すいません、はい、そんな、はい、大きいですね、やっぱりね、大きいですね、うん、まあ、でも1枚で一気に剥がれてくれるんで、比較的そうですね、はい、取れやすかったということで、すいません、ちょっとどいてもらって、はい、さあこれですね、カウルがなくなりましたということで、なんかあれですね、こう一気に作業しやすさが簡単になったというか、うん、あ、どうぞ通ってください。まあ、マフラーがこれで一気に見えるようになりました、ね、うん、そうですね、ちょっとだけクローズアップしましょうか、まあちょっとこれですよね、今回です、まあ、とてもでかくて、これ左右2本出しでしたっけ、左右2本出しです、うん、これ重たいですから、これを外せるという、で次にこれですね、まあ通称お弁当箱とかって言われてますけど、最強に重いノーマル、キャタライザーが入ってるのかな、この中にも、こんな感じでしたかね、入ってる、こっちかな、ちょっとまあ何かしら入って、まあ全部ね、この重たいパイプたち、まあここから外すわけなんですけど、これですね、ここのボルト1から4番あって2本ずつ止まってますけど、これがラジエーターが邪魔で外しにくいですけど、さあ今回川口さんうまく取れるのでしょうかということで、まあ、下準備ができたということでいいですか。まだ僕のカウルはそんなせいか、そうなるほどね、はい、じゃあ、右はこれで取れたので、はい、左のカウルを取っていきましょうか、はい、次は左ですね、はい、まあ右も左もよく似てると思うんですけど、どうですか。基本一緒ですよ。基本は一緒。入ってるネジの位置がちょっと違う。ちょっと違う。なるほど。なんで違うんですか。なんで違う。はい。で違う。はい。それ僕に聞きます。はい。なんでしょうね。多分だから右と左でクラッチカバーがあったりとか、その辺のエンジンの形状が違うから、カウルの形状もちょっと変えてるんだと思います。ああ、なるほどね。了解しました。まあ、サイドスタンドって言ってほしかったんですけどね、僕は。なるほど。ええ、まあこやつはね、あのメンテナンススタンドを上げようと思ってたけども、あのカウルとサイレンサーが大きくて上げれないんですよね、こいつは確か。その上げれるんですけど、うん、V フックってこういう受けのやつで上げようとすると、はい、ここがマフラーに刺さるんです。はいはいはい。で、L 受けって言ってこうスイングアームの下で支えるような受けを使ったら上がるんですけど、スイングアームの下が四角いところがないので、はいはいはい、まあ、非常にちょっと不安定。そうですよね。まあじゃあこれでカウルが飛べて、まあ、サイレンサーを外したらスタンド上げれるかなと。そうですね、はい、まあ、この今回マフラーフレーキに交換したら、まあ、一発目からスタンド上げることができますもんね。もうあれですよ、何も考えずにね、スタンドバチン上げれますから、いいですね、タイヤ交換もしやすい、うん、
まあ、一応ね右側だけ外し終わったんで、アッパーカウルの下にあるなんて言うんでしょうね、その何とも言えん部品は。アッパーカウル、なんでしょう、そのプルプル震えてるやつですね今。そのなんやろ、なんて言うんやろ、アンダーカバーっていうのかな、それも取れるんよね。一緒に取れますよ。うん、これでネイキッドボディになっていくと。まあ、じゃあちょっと、左のカウル、まあ、特に取れ高もないと思うんで、外してもらっていいですか。さあ、よーけことジャリジャリ聞こえてますけども、相当量がね、どうですか。結構な貯蓄、うん、この忍者の貯蓄はこんなもんです。あー、結構ありますね。はい、ありがとうございます。そうですね、まあ、あの落とした砂利は早急に回収をしておいた方がいいでしょう。何か蹴飛ばすとボルト蹴ったんじゃないかなと不安になりますからね。まあ、どけておいた方がマストであるということで、まあ、カウルがこれで左側も取れたのかな。川口さんはちょっと掃除してるんで、今のうちちょっとだけ見てみましょうか。いいよ、こんな感じかな。まあ、基本的には同じようなものが続いてますけどもという感じでしょうかね。はい、フォグランプかな、ついてると。で、まあ、大きいですねと。はい、パイプがこんな感じですと。じゃあ川口さんの戻りを待ちます。はい、だからノーマルマフラーの音をまず確認したいって僕は思ったんですけ ど、なんでそんな嫌そうなんですか。そのエンジンかけて、はい、かけたマフラーに今から触るんですよね、はい、あ、そういうことになりますね